ただいま、清水区の船越堤公園に来てます。これから、恒例の日本平へ、登りたいと思います。今日3月10日なんですけど、静岡マラソンがあります。もう静岡市街、清水区も含めて、ぐるっと回るようなコースになってるんで、もうすぐ多分交通規制がかかると思います。賑やかになるでしょうね。今日は、もう日本平は、紹介することもないもんで、最近よく雑談してますけど、登りながら、取り留めのない雑談したいと思います。あ、猫歩いてんな。ここ野良猫多いんですよね。あ、一人すごい餌やり熱心にやってる人いるもんで。保護猫活動も、いい部分と悪い部分があるんですよね。ああ、そういや、昨日、ヤフーニュースで、タラコさんと、鳥山明さんの訃報を知りましたね。まだ若いですよね、二人とも。タラコさんは多分、さくらももこさんと同世代なんですよね。さくらさんがもう、50いくつで亡くなったんですよね、確か。数年前に。あ、ジュビマロコちゃんのおじいちゃんの声優もだいぶコロコロ変わりましたよね。初代は富山敬さんでしたっけかね。宇宙戦艦ヤマトの古代進とか、あと熊倉和夫さんと共演した名探偵ポアロですよね。そのヘイスティングス大尉の声を当ててましたよね。最近はもう急に訃報がバタバタ続いちゃってるもんで、残念つや残念なんですけどね。もう俳優の北大路欣也さんも 老人ホームに入ってるっていう話なんでね。だ最近 山口百恵さんの今の写真が週刊誌とかに載って、もうネットでも見れるんですけどね。あれはどうかなと思いますけどね、ちょっと。配慮がないですよね。お金になれば何でもいいんですかね、まったく。気の毒ですよ。気の毒って言っちゃ悪いのかな、でも。桃江さんが良ければそれでいいんだけど。昔の容姿とは全然違いますよね、もう。三浦友和さんは昔とはま変わってないですよね。最近の 友和さんは見てないですけどね、私。前はよくなんか酔いどれ弁護士みたいなのをやってましたよね。サスペンスドラマで。最近サスペンスドラマも多分減ってるんですよね、きっと。テレ東なんかがよく作ってましたけどね。北大路欣也さんのさすらい署長大好きだったんですけどね。いつも、撮影してる大和猛はあそこにありますね、銅像が。
で、この道も何年も相当前から工事やったんですけどね。いよいよ繋がりそうなんですけどね。本当、繋がるって言っても短い道なんですけどね。ロープウェイ行く途中まで繋がってくるんですけど。もう一本あるもんで意味があるのかどうかわかんないですけどね。二本作ってどうする回り道を一本作ってなんかあるのかなっていうのがあるんですけど。いやー今日真っ白だな富士山も。今日本平ホテルの従業員用の駐車場の前で、まあ、畑やってる人いるんですけどね、そこでゆでたけのこを売ってましたね、200円で。もう出てんのかもしれないですね、早いやつは。静かだな。何日か前、ウグイスで泣いてましたけどね、どっかで。なんか喋ることあるかな。まあ、いろいろ喋っといた方がいいんだよな。お題決めちゃえば楽なんだけど。あ、そうだ。この後、清水港の方へ下ってって、あれなんだっけ。あ、末広か。清水の次郎長が晩年、お蝶夫人と暮らしてた、末広っていうのがあるんですけどね。宿屋ですけどね。まあ今は、記念館というか、なんかそんなになってるんですよね。無料で入れるんで。そこに、以前は、あの、大岡越前の加藤豪さんの、サインがあったんですよね。展示してあったんですよね。来訪した時の写真もあったんですけど、最近行ってないもんで、どうなってるかわかんないですけどね。もしあったらショート動画で、撮影したいと思います。もう平利恵さんと、竹脇無我さんと山口隆さんのサインはもう随分前に、大井川鉄道の新金谷駅にある、ロコミュージアムに展示してあるんで、それ撮影してもう上げてあるんですよね。結構多くの方見てくださったもんで。まあ、加藤豪さんのとんないとやっぱダメですよね。多分加藤豪さんもあそこ、大井川鉄道の撮影行ってるはずなんですけどね。映画のポスターも貼ってあったんですけど。そうすればいっぺんに撮れちゃったんですけどね、4人分。静岡は、昔っていうか、まあ、何年ぐらい前かな、もう、20年ぐらい前だったらやってたかな。平日夕方の5時は、時代劇アワーっていうのやってたんですよね。水戸黄門、大岡越前、あとなんだろうな、まあ、TBS のあの、時間帯の時代劇ですよね。それ繰り返し、流してましたね。加藤豪さんはもう晩年はあれですよね。あの、坂の上の雲ですよね。NHK の。あれに出てきましたよね。あれが最後だったのかな。もうかなり痩せちゃってましたよね、あの時は。私の世代で時代劇の話しても多分聞いてくれる人はいないんですけどね。ただ幸い私のチャンネルは結構年齢高い人たちが見に来てくださってるもんで、
あとまあ時代劇で言うとあれですね、清水だと清水の次郎長ですよね。ああいうもう陽気がいいもんで独り言言ってる人いますよね。私が清水の次郎長でよく覚えてるのはあれですよね、竹脇無我さんが次郎長役やってた清水の次郎長ですよね、テレビシリーズの。大政は誰がやってたかな。でもあれですね、配役は結構あの時代の、よく目にするような人ってばっかりでしたね。70年代だからの後半ですよね。まあ、ちょっと変わってますよね。清水の次郎長の顔写真見たことがある方だったらピンとくるでしょうけど、竹脇無我さんとは全然違いますもんね。まあ次郎長役はみんな色男にやってますけどね。中村敦夫さんもやってんのかな。中村敦夫さんはあれですよね、木枯らし紋次郎ですよね。木枯らし紋次郎は私が子供の頃って再放送って見たことないですね。やってたかどうかもわかんないけど。で、やっぱり20年くらい前に、BS で全話放送やったんですよね。木枯らし紋次郎、続木枯らし紋次郎。で、テレビ東京が制作した新木枯らし紋次郎ですよね。あれ全部ビデオに撮ってたんですけどね。ただ天気が悪いと、BS だもんで、当時は BS アナログ放送だったんですよね。もう全然撮れなかったですね。もう砂嵐みたいになっちゃって。あの、市川崑さんの木枯らし紋次郎すごいですよね、あれ。夜のシーンなんか照明使わないんですよね。だからもう真っ暗なんですよね、画面が。どんなにコントラスト上げても、なんか動いてるなぐらいしかわかんないですね。まあ、あれがリアリティなんですよね、逆に。で、まあ、清水の次郎長の生家とかお墓もこっからそんな遠くないもんですからね。ただお墓、あの梅院寺っていうお寺にあるんですけどね、拝観料取るんですよね。もう昔一回見てるもんでまた拝観料払って見たいとも思わないですよね。まあ、後でもし聖火も行けたら撮影したいなと思いますけどね。ただ今、静岡マラソンやってるから、ゴールが清水なんですよね。清水港だもんで、行けるかどうかわかんないですけどね。もう今何時かな ?9時5分前か。もうスタートしてるんで、今、静岡の街の中走ってますよね、きっと。このアンテナももう何回撮影したかな。